シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。よ、キョネケは情報修正で俺が気になったやつを紹介していくってやつだぜ。準備はできたか。行くぜ、おけつ。さあ、行くぞ。人に一体。カムイおけつ。つうかよ、この女よ、なんとかなんでんのこれ。俺、見えてねえけど、これ下スカートだぜ。ルシってめ、一言だと思いやがってよ。お前もいつか来てもらうからな。ちょっと情報修正あったんだが、総合的に見るとちょっと残念つうか期待外れなところがあったんだが、まあでもよ、総合的に言うと、新しくモンストを始めた人や、まあ苦手な人にとってはすごいいい情報修正だったんじゃないかなと思ってんだがよ。まあそういうと、期待外れとか残念ってちょっとおかしいかもしれねえが、まあその中でも、俺がすごいいいなと思ったやつを紹介していくぜ。全部言ったらちょっと時間ねえからな。じゃあまずはティーガー。こいつ、アンチ16バリア魔法陣ブースト。この魔法陣ブーストが、覇者の塔31回で使えるわけよ。で、覇者の塔31回って言うとよ、俺初めてあそこ行った時はもうめちゃくちゃ絶望したんだよな。難しすぎて。で、しかもガチャゲンがいいね。しかもあの時魔法陣、その魔法陣系のアビリティっていうのは結構貴重でよ。全然いねえわけよ。マジで勝てねえし。ガチャゲンもいねえから、結局クイバタを自陣で何回もやって、何十回やってクリアしたっていうのを覚えてんだよな。それで嬉しすぎてよ、前回出撃デッキ、クイバタ自陣を変えたくなくてよ、覇者来るたんびに毎回クイバタで行ったっていう思い出があるんだが、まあそれは結構きついんだよな。だからこれ、魔法陣ブースト。ティーガーって攻撃力低いんだが、この魔法陣ブーストによって攻撃力を上げる。さらにティーガーの SS っていうのはあそこでは死んでるから、レーザーだからよ。魔法陣ブーストで常に 1.5 倍の自強化状態って考えりゃなかなか面白いんじゃねえのか。じゃあ次見ていこうぜ。次はもうババッと飛ばしてよ。この危なう、ティーガー。またティーガーかよと思うかもしれねえが、このティーガー魔法陣ブーストこいつの場合は光属性でアンジ16倍や魔法陣ブーストとすると、どっこいしょーな、なんだっけ名前。ちょっと名前を忘れちまったぜ。おらおら、通してくんな。シンドバッド様のお通りだ。シンドバッド様のお通りだ。してくんな。シンドバッド様のお通りだ。アイゼン妙。あのアイゼン妙でも使えるんじゃねえかと、俺は思ってるぜ。だから、まあ最初の方で手に入るやつとしては、いいんじゃねえのかな。運枠としても使えるぜ。なかなかおすすめだな、こいつは。まあちょっとエルドラドっつうのがいるが、まあそれはちょっと、まあ爆絶だから手に入れるの難しいじゃねえか。手っ取り早い運幕として考えてもいいんじゃないか。まあとは言ってもよ、ティーガーって結構最初の方の少年の腐ったノマダンみたいな感じだからよ、ノマダンじゃねえ、最初の方のダンジョンだからよ、クエストだから。あれはそのダンジョンとは、クエストとは違う属性のやつが出てきてすげえ周回に時間かかるが。つうかよ、すげえ昔のこと思い出したが、なんか、ゼウスをすげえ強化してブーストかけてワンパンするみたいなやつ流行ったよな。懐かしいぜ。で、次は、まあ、メメントモリ、面白いつうか、まあ、使ったらいいんじゃねえのっていうところでは、この水属性耐性と HP アップによって、こいつ相当耐久力が上がるんだよな。まあ、モンストのいいところっつうか、モンストのいいところっつうのは即死系をかわせるっつうとこだよな。結構、昔パズドラやってた時のイメージは 30% 切るとまあ一瞬で死んでたが、ボスをギリギリ残したらなんか死んでたイメージがあるんだがよ、このモンストは耐久さえなんかまあいろんな準備をしたら結構即死系をかわしたり、排気によってかわせたりするじゃねえか。まあ、そう考えると、メメントモリ生きる場所が出てくんじゃねえかと。で、いろんなダンジョンの、まあ、クエストの鉱物キラーで雑魚敵も倒せるんじゃねえか、エンで。で、次。全然いいもんじゃねえか、カルマ、これなんだこれ。これちょっと、間違って入ってから数合わせみたいな感じがあるな。で、これ、次、アカシャゲドム。こいつはよ、マインスイーパー M になったことによって、エルドラドにさらに使えるようになったよな。エルドラドって紫式部しか、なんかいねえじゃねえか、目立ったキャラクターが。で、持ってねえよな、大半が。そこでこれ。ゲノムがすごい使えるんなら、アカシャが使えるんなら、めちゃくちゃいいと思うぜ。マインスイーパー M を持って、倒しに行こうじゃねえか。エルドラド。
で、次。光。総合的に結構強くなると思うんだが、まあ、攻撃力アップ次第で、こう決まるって感じだろうな。まあ、申し訳程度の SS ターンチャージ。そして、超強全属性ホーミング25。で、SS ターンの1段階目が速くなるよ。と、攻撃力アップ。合計でやっぱりちょっと強くなるのは、否めにつくまる。多分強くなるよな。で、次が、まあ、ノバリオンはこのユニバーキラー M が、あ、ユニバーキラー元々あるのか。ちょっと9の国の魔導士倒せるって言おうとしたが、もともとあるみたいな。で、これ次、優雅なる炎症、源義経。こいつだよ。なんだっけこいつ。超アンチダメージボールがつくんだよな。まあ、9の国は超アンチダメージボールねえからあれなんだが、正直いつも思うんだが、そのツイッターとかで俺いつも9の国を上げてる人は、面白かったらいいね押してあげるんだが、そういう人たち結構義経を入れてる人が多いんだ。要するにオベロンがいねえとか。まあ、超孔明出てきたけど、ちょっと、使うのあれだなとかいう人入れんのか、光属性キラーが強いからとか、まあおそらく雑魚処理か、SS の。そういう観点で入れてるのかもしれないが、まあ、旧の国で最初出会った人が考えるのは、まあみんなアンチブロックがあるかないかのことだよな。まあ俺の攻略に見てもらったらわかるが、アンチブロックもアンチウィンでも必要ねえってのはわかるんだが、結構不安じゃねえか。そう考えた義経は、候補から外すと思うんだが、意外とまだ人気があるのがすげえ驚きなんだよな。まあ攻撃力もそこまで高くねえから光属性キラーが生きねえような感じもあるんだが、まあちょっとこれどうか出そうかな。だってよ、旧の国が出てきてからの新モンスターを俺はどんどん試してんだが、その時義経上げてねえんだよな。義経ってまさか旧の国が始まる前に重心化してるかもしれねえから、すげえそのピックアップされることなく終わっちまってるからかわいそうなんだよな。で、次、友情コンボ変更、超投げ払い、もう画面全部覆うぐらいブーンってやるじゃねえか。そう考えるとよ、まあ、俺たちが求めたのは長さじゃねえんだよな。長さじゃなくてよ、回数じゃねえか。もうリンクで、みんなが、この、義経に触れたら、エアーってやってほしいんだよ。もうみんなが触れた瞬間に、エアーって、もうエアーって言っていいんじゃねえもう。SS ボイス追加じゃねえか。友情ボイス追加。なんか言いたいよな、友情ボイス。多動拳かな。こいつ、友情コンボ変更、プラス友情コンボ音か、ボイス追加。エアーって。もし、リンクのあれ、長さが、3、4倍だったら、強えな。強えわ。じゃ、これちょっと強えかもしれねえな。ちょっと投げ払い。ちょっと期待しようぜ。まあ、旧の国では出ねえんだがな。じゃあ次。次は誰がいたっけな。このアイリスの8ターンと16ターンが威力が変わらずこの状態ならば、めちゃくちゃ強え可能性はあるよな。まあ、こいつも、まあ、31回で使えるが、魔法陣、あったっけ？ねえよな。確か重心化して取られたような気がするな。まあ、8ターンと16ターンは結構期待だよな。HP アップも。で、次、ちょっと俺これ結構気になってんのが、この全敵貫通ロックオン将棋や、この知らないカリンの。これちょっと期待できねえな。だってこれ、全部貫通して飛んでいくんだぜ。しかも超アンチダメージ、これ攻撃力アップ、スピードアップって。おいおい、マジかよ。だってよ、まあ、外れ爆のガチャだけど、あれ使えるんならもっと使えるようにしてほしいよな。もうちょっと使えてもバチ当たらねえと思うんだよ。で、こいつ、結局、制限のクエストっつうのは、セーラーマーズとかがめちゃくちゃ、まあ、覇権握ってるじゃねえか。あそこにちゃんと入っていける奴らを作ってほしいんだよな。これもちゃんと遊撃食わしたらなかなか使えるようになると思うぜ。期待だな。で、次、これ。この、まあ、上もちょっといいが、クロスティンガーもまあ気になるが、まあ、ジンジャー博士だよな、ジンジャー博士。これ、パワーフィールドって、なかなか期待できるんじゃね？これちょっと面白そうだよな。まあ、でもこれ、パワーフィールドがついたことによってよ、旧の国じゃねえ、いや、ちょっと待って、旧の国じゃなくて、チャンバラ行くときとか、神社博士急にパワーフィールド出すんじゃねえか、ちょっとビクビクしながら、怯えながら行くなるか、ちょっと気使うんだよな。それはあんまりやりたくねえ。で、MDT リーフベイカー、こいつはマジクソ。この前水平リーベイ作るときに、このリーフブレイカー選ぼうと思ったら、俺のイメージだ、ネトロビッチ森山って名前のイメージが強いから、森山って言っても出てこねえ。ネトロビッチって言っても出てこねえ。はい、なんだったっけと思って調べたら、リーフブレイカーってお前、アホか。MDT ってめっちゃかっこいい名前つけやがってよ。次、エージェントカノープス、これ、超アンチワープと
ダッシュエイム、まあスピードも性能がちゃんとカバーできて、長距離貫通ホーミングっつうのついてる。なかなか面白いよな。同じように下の純金ロボ幸福の文字、こいつらマインスイーパーエルと魔法人ブースト、どうしたどうした、急にめちゃくちゃ強くなったぜ。もうちょっと使える場所があるのかっつうと、あんまあれだがよ、なかなか優秀だぜ。で、あとラクダに追従型貫通弾がついて、で、あとカラカラ手にバウンドボム渡すみのやつが結構気になるな、これも。で、ソルティドッグウォールセットレーザー、プシャーって感じでやるんだろうな。まあそんな感じ。意外とよ、正直これ、星5キャラクターの方が魅力的なような感じがしてきたよな。でも、うん、正直、そこまでよ、打診を示してんなら、3匹ぐらいぶっ壊れ出した後、全部カスにすりゃよかったんじゃねえか。多分よ、モンストの運営の考えることってのが大体分かってきたぜ。まあ、一つがよ、あの10連ガチャもそうだが、なんかすげえしょうもねえのをいっぱい、ブワーっていっぱい出すよっていう風に、やってんのかな。俺らが求めてっつうのは、本当に強いやつを求めてるからよ。使えるやつを求めてる。もう本当に強い情報修正を5体ぐらいするか、2体か3体ぐらいやった後、めちゃくちゃしょうもねえのいっぱい並べた方がインパクト強えんじゃねえのか。だからよ、あの10日間の10連ガチャもよ、ちゃんと10日間引いた人は、最後は確定とか、限定なくてもいいからよ、そっちの方が、みんな頑張ってログインするしよう引いたんじゃねえか。全端末に1体ぐらい星5出ても別に損はねえだろ。ま、つうわけだ。でもよ、最近すげえ頑張ってんのは伝わってくるよな。エクスフラグパークに向けてみんなすげえ気合い入れて、まあ、すげえ楽しみで、いい気持ちで迎えていいからな。今回も、まあ、去年みてえにすげえサプライズをやってほしいぜ。あれが、去年のルシファーが頂点とか思いたくねえからよ。あれからさらにもっと面白い一時代を気づいてほしいよな。まあ、つうわけだ。繊維喪失。なんとか生命繊維の回収に成功した二人。しかしその前に強敵が立ちふさがろうとしている。その名も爆絶ナオヒ。二人は勝つことができるのか。次回サタンの部屋、ラストタマタマ。